はい、どうもこんにちは、バクです。ワディンスフィアやっていきましょう。第6章。あれあれ、オズワルドが寝てる。なんで？いけませんぞ。なんだなんだ。また黙って飛び出して行かれましたな。けれどオズワルドが無事で何よりやった。オズワルドが傷ついておられる。オズワルド様は大丈夫。落ち着かれました。よかった。オズワルドに話しかけることはできないんだ。じゃあ、まあ、とりあえずね、ここの行商にまた何か増えてるかな。ご主人様がご無事でよろしゅうございましたね。うん、よろしゅうございましたわ。何、チョコ。うわ、チョコ欲しいな。絶対チョコレートケーキ系のねものが作れるようになるんじゃないのかな。まあ多分そのうち拾えるようになるんではないかと思うので一旦置いときますけれども。受けるダメージを 7% の確率でゼロにする。これ欲しいんだよな。まあいいか、とりあえずね。じゃあね、外に出ていきましょう。次に行くのはどこだ？これどこ？妖精の森、リングフォールド、敵のレベル30から。どうしようかな。ちょっとね、レベルを一回開けた方がいいんじゃないのかなと思ってるんですよ。だんだんね、敵の強さがね、自分より高くなってる気がするんですが、まあ、ちょっと一旦行ってみましょうか。今回はね、ここに。第6章2幕、辺境の古城の部屋。どうじゃね、オズワルドは。今は、ゆっくりお休みになっておられます。このおじいさんは何なんですかね。一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。オズワルド様が死の国の女王と何か関係があるように言う者がいます。それは、育ての親に売られたのさ。魔剣をより強くするために。育ての親。オズワルド様、まだ起きられてはなりません。かっこいいな、オズワルド。願い通り、黒い剣士は呪われた力を得た。交わされた契約の対価を得ようと。死神どもはそこいらに潜んでいる。俺の力のついえる時を狙いながらな。契約の対価、なんという。魔剣がある限り死神は恐れて俺を連れ去ることはできない。しかし力は自身をも呪いで追い詰めるんだ。危ないところだった。礼を言う。だが炎の国へどうして。グエンドリン、オニキスと何を話した？あなたの追いつけを守らず飛び出してしまったことはお詫びします。でも私はただあなたが心配でじっと待ってはいられなくて。はあ、いじらしいでございますね。君が、グエンドリン。私、王女様。何しに来たんだ、バルキリー。お前はお父様の舞台に飛んできたよ。お伝えいたします。なんだなんだ。ラグナネイブルは新女王を率いる妖精軍に大敗しコルドロの血を奪われました。奪われたの。まさかそんな。王はご無事ですか。王団員様はマダンを身に受け王城には戻られたものの、傷は深く剣を取ることもかなわぬ状態です。このままでは敵は勢いに乗じて首都に攻め込んでまいりましょう。王女様より献上された指輪も奪われてしまいました。奪われたんですか。そうか、俺が送った指輪を君は全ては魔王の目論見通り、俺は飛んだ道化だったということか。待って、私は本当に王女様、今は王国にお戻りになり王団員様にお力添えを。はあ。お父様のもとへ戻れませんけれど、王の娘としての責任を果たすために戦いましょう。そう王にお伝えしてください。
なるほど。それで妖精のところに行くの？妖精の国？森？ちょいちょい出てくるよね、この鳥。死にに行くようなもの。指輪を取り戻せば戦況は変わるわ。父のために。彼のために。答えない。この人を失うのがこんなにも恐ろしいなんて、いつからそんなことになってしまったんですかね。飛んだ恋物語ですわ、これは。はい、第6章3幕、妖精の森リングフォールド。妖精の国に奪われた指輪を取り戻す。待って、ここもね、多分スキルがどこかに隠れてるんじゃないのかな。それを探していきたい。妖精の森、これは普通に取れるっぽいな。ラウンドクリア報酬でしょ。猿の腰掛け、壁にあって壁にあらず。何それ、猿の腰掛けを探そう。猿の腰掛けね。猿の腰掛け見つけられるかな。早速バトルステーキ。バトルステーキじゃない、バトルステージ。強くそ、硬いな。なんとかでも S はキープできたかな。あ、エキストマ火薬、羊のなる種。あれそれ、羊のなる種、異国から伝来したバロメッツは、かつてクベル博物誌で風変わりな生物として記された有名な植物である。その特徴は、種を植えて育てると花や実の代わりになんと生きた羊が生まれることだ。なんと生きた羊が生まれることだ。この植物羊は生まれて間もなくその場から走って逃げる習性がある。見失う前に手早く仕留めれば新鮮なラム肉を手に入れることができよう。バロメッツの羊から取れるラム肉は鶏肉とは比べ物にならないほど栄養価が高く、料理店では高級食材として扱われる。ラム肉料理を口にすればかけた手間暇に見合う価値を感じられることだろう。もしバロメッツの種を手にする機会があれば大事に育てると良い。なんじゃそりゃ、植物から。あ、拾ってしまった。植物から羊が出てくるんですか。やってみよう。相当持ってかれるよこれ。サイトサイト、待って、早いわ。待ってよ、こんなに素早く動かれると思わなかったもん。ラム肉。え、カバンがいっぱい。マジか。あー、マルベリーの種がいっぱいあるわ。マグルの実もあるんだ。なんでこんなことになってるんだ。どうしようかな。ベストエリアどこにあるかな。ニモパン。まあいいや、進んでいくしかないわ。とりあえずね。ラム肉か、何ができるかな。もう、妖精が出てきた。トリカがね、取れない。猿の腰掛けはね、探しながら行けますよ。このカタツムリでかいな。すごい森だな。Yeah!
る。終わりか。 S ランクだな。なんとか S ランク取れてるな。発掘調査の手引き更新されました。知恵を働かせるべし。魔法のキノコの胞子を浴び、体が縮む幻を見ても慌てることなかれ。普段は通れぬ小さな隙間をすり抜ける好機と捉えよ。強風吹きすさぶ地域では向かい風に体を押されて前進するのも困難だ。ドワーフ製の重い岩石のブーツを履いて挑むとよい。岩石のブーツ、それは手に入るのかな。じゃあちょっとレストエリアで荷物をね、整理をしていきましょうね。こいつがあるのか。ローズマイルか。ローズマイルの種咲かせたいな。ついてたからね。ローズマイルの種って、待って、これ保存必要ないの？勝手に生えてくるんだ。ローズマイルを咲かせて、こんな感じかな。足りる？足りないよね。ラム肉、ラム肉。あ、荷物がいっぱいでござる。よっしゃ、ちょっと待って、それ置いとこう。一旦置いとこう。待って、どっかにアイテムボックスあるでしょ、あるでしょ、あるでしょ、あるよね。ちょっと荷物の整理をして、これ消えたりしないだろうな。ナップルは料理に使うんで、そんで、ちょっと料理を食べていくよ。どんどん料理を食べて経験値をもらって、レベルを上げていくべきじゃないかと。はいよ。そろそろお呼びがかかる頃だと思っておりました。ほんとかよ。何か増えてはいないのか。ナップルのシャーベット、これ食べたかったんですわ。ナップル、あ、牛乳がない。牛乳が少ないな。はい、お任せあれ。もうナップルのシャーベット、リンゴのシャーベットみたいな感じかな。でかいな、これもな。レベル上がらないか。以上でよろしいです。他にもどんどん食べていこうかな。まだ食べたことがないの何かな。これ全部食べたかな。ホットケーキも食べたよね。ヨーグルトのムース、あ、食べたっけ、食べましたっけ。食べたような、食べてないような、覚えてないな。カップルのシャーベットもう一個食べようか。じゃあ食べた。もっとテイクアウト系の料理が欲しいな。またのご用命お待ちしております。そんなところでいいや。で、そしたらここで妖精相手に商いをしてるけど、なんだか最近は物騒だね。最近は物騒ですか。で、ラウンドマップ、あ、ラムの網焼きだって。ラムの、あ、ラムの、ラムの網焼き。そんなところかな。ヒールを買っておきたいんだよな。回復がね、ちょっと難しくなってきてるんで、 HP が増えてるんでね。ヒール買っとこうかな。まだいいかな。合成してけばいいか。ラウンドマップとレシピだけあればいいかな。はい、で、こっち。ラムの網焼き。ハバニールとラム肉か。なるほど。表面カリッと、中は柔らか。ハンマーステーキですね、これが。ラムか。ラムのハンマーステーキ。で、ナップルの実は置いといて、合成していきたいな。マテリアル2と2を合成して、足りない分を1。1を足す。これで3になる。こういう使い方しかできないな、1は。だいぶ荷物を整理することができましたね。どうしようかな。とりあえず、このまま一旦右に行ってみようかな。あ、ミドルボスだ。キノコが出てきた。なんだこのキノコ。これボスなの？ちょっと待って。下に体力ゲージが出てたわ。硬いな。このキノコ壊れそうで壊れない。
上手いけど。何もしてこないよ。こいつ何もしてこないよ。でかくなったよ。でかくなったよ。綺麗なダメージがいるよ。なんだこのキノコ。やばい、体力がゴリゴリ使う、削られていくんだけど。なんか食べるものあったっけ。ヒールしかないな。ヒールを使おう。何このキノコは一体。何、また変わるの。セクシーになったぞ急に。させるか。このまま倒したいんだけど。倒しきれなかった。なんだそりゃ。オッケー。どう？うわ、ランクスコア B まで下がったわ。強すぎだよ。急によ。引き寄せの指輪ってなんだ。周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が 1.2 倍になる。どうなのそれ。どうなんですかね。使うのかな。わかんないからつけないでおこう。トリカル強かったな。やっぱもう少しねレベル上げていかないと厳しいですね。ここはバトルステージじゃないよね。ちょっと左に行ってこようかな。あれだよね、まだ猿の腰掛けってどこにも出てきてないよね。バトルステージ。どんだけいるんだよ。こいつで最後かな。もう出てこない。オッケー、スコア S。 保存プリズムに新しいもの、新しいスキル、ブリザード。強そうじゃない。激しい吹雪を巻き起こし一面の敵にダメージと凍結効果を与える。消費 PP30 ってえぐいな。アタックプラス1。消費 PP を下げることはできないのかな。くそ、PP ってすぐなくなるんだよね。PP マックス55しかないからさ。ちょっと待って、ついでなんで何かあげようか。アイスショットをあげることはできないのかな。このね、なんだっけ。ニードルストライクじゃないな。あれ、ニードルストライクだっけ。これ結構よく使うね。これあげよう。そんなところかな。ちょっと回復したいんだけどな。回復する手段がね今乏しいんですよ。
ポーションがあんまり、手持ちのポーションがあまりないので、できれば料理を食べて回復したい。あ、なんか来たぞ。痛いな。終わりかな。なんか身がいっぱい出てくる。ゴールド、何それ。この先行けないでしょ。この先は行き止まりだな、間違いなく。そしたら一旦ね、このレストエリアに戻ろう。戻って飯を食う。ラメの網焼きが追加。早速食べていこうかな。食べれるかな。もうテイクアウトなんだ。回復量1250か。それはそれとして、今すぐ回復したいんだよね。今すぐ回復したいんだけど、回復量が低いな、どれも。レベル上がったね。エディオン大陸ファイルトロフィーを獲得。何、レシピのオレンジってどういうこと？鶏肉とオニオンヌのグラタンを追加されました。熱々とってもクリーミー。鶏肉とオニオンヌのグラタン。あ、そんなことが起きるんだ。他にご注文は？ひたすら食べてればいいのかな、じゃあ。鶏肉がない。鶏を養わないと。じゃ、ラムの網焼きちょっと作ってこう。うん、そんなところでいいかな。ありがとうございました。そしたらまた先に進んでいきたいと思いますね。こっち側に行ってみようかな。なんかいろいろあるんだよね、この森のとこね。上に行くと鍵がある。なんか見たことないものがいっぱいあるな。とりあえずちょっとこの上行ってみよう。トキシックが落ちてたな。トリカルがやたら出てくるな。あれ、ここ行き止まり？ここ行き止まりじゃないよね。入り口が狭く中に入ることができない。あー、なんかどっかでちっちゃくなるのかな。どうなんでしょうか。じゃあこっち側行ってみよう。小さくならないといけないところがあるのかな。どうよ。ここはいける。ここはいけるな。もうね、この先は行き止まりだわ。状態異常小人について、一定時間体が極小になり防御力が大きく低下します。三角ボタンを押すか時間経過で治りますが、それまでにとある場所に行くと、とある場所に行くと、あ、ちっちゃくなってる。ちっちゃくなってる。カロッチはマシンだ。ちっちゃくなる。時間経過でも戻ってしまうんだ。なんだっけ、さっきの場所に行ってみよう。ここね。保存を置いて、ちょっとやりづらいんだけど。お、バレンタイン金庫が出てきた。こっち側は小人化を解除。解除だ。小人は危険だ。OK かな。マジックレシピのアチタ大豆。
辺りに落ちている有機物を分解してフォゾンを取り出す魔法薬、これ一回ね使ってみたんですよね。いらない種がいっぱいあるときにね、すごく助かる。アイテムの整理にね、マテリアルがどんどん出てくるな。そしたらちょっと右側にここ行ってみようかな。ここかな。あれ、またこれあるんだ。あ、鍵が落ちてる。鍵じゃないんや、宝箱。この上のエリアで取れるね。したらこの上行ってみよう。バトルステージね。なんか強そうな妖精が出てきた。終わりか。まだ出てくる。どんどん出てくるな。オッケー。小さな鍵を手に入れた。早速ね、開けていきましょう。チョコの実、カカオかな。チョコの実が手に入った。この右側、今は小さくならなくていいや。早歩きのベルト、何それ。なんかいろんな装飾品が出てくるんだよね。これか。地上での歩行速度が2割アップ、デックスが 10% アップする。デックスを上げる意味ってどうなんだろう。デックスってどういう効果があるの。命中、それつけとこうか。聖なる水晶をつけてたんで、歩行速度が上がる。確かに速くなった、確かに速くなった気がする。そしたらね、下に行きたいんだよな。ここでアイテム、アイテム、バッグの荷物、持てる量が増えるんじゃないかなと思うので、ちょっと下に行ってみよう。今度は、待って、猿の腰掛けがあるよ。猿の腰掛けがあるよ。登れるってことなんだ。バトルステージ、魔法なんか使わせるもんか。痛いなお前な、ひるまねえんだけど。この兵士が強い。終わったか。終わりましたね。スコア S だ、なんとか S だわ。大きなカバンを手に入れた、やったぜ。まだあるのか。そしたらここは下に行くと何かまたアーカイブがある。あ、そう、ため技って、ため攻撃があるの忘れてたわ。全然使ってねえわ。使いづらいんだもん。バトルステージ、ダメ技たまには使おう。
いい感じでござる。スコア S。 何のアーカイブかな。フォンダンショコラ来ましたね。ショコラ熱々チョコがとろり。フォンダンショコラ、あーミルク持ってねえ。ミルク買わないとないわ。出てくる？あ、ミルク出てこないな。フォンダンショコラ食いたい。フォンダンショコラが食いたい。じゃあね、一旦またレストエリアに帰ろうか。一回、うわ牛乳売ってないな。牛乳買いに行かないとあかんですな。じゃあね、一旦今回はこの辺でね、終わりにしたいかと思います。次回も引き続きこの森の中をね攻略していきたいと思います。猿の腰掛けはね忘れないようにしないといけないですね。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。